皆さんこんばんはモナリー・リザ・クロムでございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございますさて皆さんこのニコン DF で撮る「黒い森」第2作が完成しアップロードさせていただきました、えー、もしご覧になられていない方が いいいいららっっしゃいましゃまたたご覧になっていただければ幸いですそれで今日は雑談風に思いつくままに今回のこの作品について語らせていただきます。まずすごく印象に残ったことが一つあるんですよ。 それは森の中っていうのは常に変化している小野陽子さんに言わせると雲は最高の芸術だということになりますが雲の形って同じものはないと言われていますで森の中に入るとそのことを感じたんですよあれ4日前に入ったのと感じが違う 天候によっても雨上がり風が吹いているそれから時間帯によってもいつ入っても新鮮前回と違う発見が必ず森の中にはあるまず今回の一番のお気に入りかなこの写真この 50mmF1.8G を開放で撮影しています。 で右側のところ見ていただきたいんですがピントが合っている面はシャープになっていますそのねシャープさと背景のボケのコントラストがめちゃくちゃ美しい立体感が出てますよねいやここがこの DF と5 0ミリの凄さじゃないでしょうかモニターを見た瞬間あ これは使えるもうこのまま帰ってもいいって思ったぐらいです構図は三分割構図を意識して中心を右に寄せていますたまたま雨上がりだったので草木が濡れているそれもまたね良かったですねこの写真はツ不採用になった写真ですね <laughs> えー、19点ぐらい使ったんですがどうもなじまないんですよ好きな写真だから入れたかったんですけれどもどこに入れても違和感があるということで外しました私の好きな写真家の一人に、えー、ロバート・メイプルソープっていう人がいますがそのメイプルソープの緊張感のあるあの花の写真 ああいう完成度は全くないんですけれどもなんかそういう造形美植物が持つ自然な形の美しさこの線見てくださいそういうものを感じた写真でございますこれも不採用ボ没にした写真ですねまあ使わなかったんですがこれはね 見た瞬間にシャッターを切りたくなりましたあれほど元気だった葉っぱが虫に食われて穴だらけになっているんですよこれが自然界ですよね自分の役割を追えかかっている葉っぱという感じかな動植物なんてお互いに助け合って生活してるわけじゃないですか 自分の葉っぱを食べてもらって虫が成長していくんですよね。まれ、あ、たタッチが難しかったですね。この写真のために2 3 0分使ってるかもしれない。何回かやり直しをしています。カラーであれば特に問題はないんですがこの白黒で奥行き感を出すためには。 結構この葉一枚の明るさをどのぐらいにしたらいいのかということが大変難しいんですよ。で最終的にここに行き着いた作品でございます。で周りの木も真っ黒にならない程度にしながらそれでいて光が入ってきたんですよここで。 その光のキラキラした玉マボケを生かしてまとめると、まあ要素が三つ四つあってそれらのバランスを取りながらえまとめたものでございます。この写真とっても好きな一枚なんですよ。水面に向かって撮影していると光が入ってきた。で奥の方にスッと光が入る。 あ、チャンスだ!」ってシャッターを切りましたこの草が作り出す造形美草の持つ線直線とか曲線とかありますけれどもその重なり合いですねそういう美しさっていうものを森の中に入ると感じるんですよエンディングに使った一枚ですね 光が入ってきたのでそれがキラキラしてとても美しく感じたんです影の部分と木漏れ日のように入ってくる光それがねこの一枚の中にございます今日はそんなところでございますねモノクロームの写真はインパクトありますね色がない ですけれども色がないことによって形がよく見える解調が求められるそこを考えるとすごく楽しいですね撮影しているるもやっぱりそのことを考えるんですよ例えばこのように青と赤があったとしても「あこれはモノクロにするとほ,ほぼ同じになるな」とかね そういうい日頃は考えないことを考えてこう撮影している自分がいたりするんですよねそれで明日は水曜日ですのでまあ仕事ですねこの資料を作って明日皆さん方にお配りします「ぶんね」という楽器を先週披露していただいたんですよこういう楽器ですね この楽器は誰でも簡単に演奏できる音楽療法士という方が作り出した楽器なんですよ幼児や高齢者障害をお持ちの方でも簡単に演奏できる楽器コードも色,色ごと分かれていて先週はみんなで楽器を演奏して歌を歌ったんですけどももう簡単に演奏できてましたね 楽しかったですよ明日はですね「メキシコ太郎美術館」っていう美術館が札幌にありますがそちらで作品を出されていた絵本作家に来ていただくんですよ。すごく楽しみでもうね早く明日になれみたいな気持ちで今います。 ということで、今夜もご視聴いただき、ありがとうございます。